人を人と思わず悪行を増言に耐えかね、武士の生き地をもって人情をつかまつり申した。断じて乱心ではござらん。吉良殿を討って亡き殿の恨みを晴らすことこそ武士の本意でござります。 今こそ我らの心は一つになり申した。あとは今月14日、ただひたすら決起あるのみ。吉良邸討ち入りから300年、今なお語り継がれる永遠の義士伝説。